自分の夢を紙コップに書いていただいてっていうのを幼稚園、保育園、チャイルド、あと小学校の子供たちにお願いして書いていただいています。女性年会議でですね、1年通しての最後のまた最大のイベントがこちらのキャンドルライトフェスティバルになっておりますので、ソリスルベリーだったり当日紙コップキャンドル等も作れますので、また来年もしご興味があればお越しいただければと思います。